皆さんこんにちは。Bレジェンド管理用紙のうのめです。今日はですね、前回作りました、プロテインスイーツですね、こちらを、食べていきたいと思います。そこで Bレジェンド染田が来ました。はい、Bレジェンド染田に、来てもらって一緒に、食べてもらいたいと思います。では早速、食べてもらいたいと思います、今回ですね2種類、作ってます。お水で溶いたものと、牛乳で溶いたものですね。なるほど、まあ、牛乳の方がより濃厚で美味しいんじゃないかと思っているんですけれども、はい、この2種類を、食べていっていただきたいと思います、はい。まず味はこちらのペコちゃんのミルキーとベリーベリーと激うまチョコ風味と抹茶のチャチャチャです。では、はい、まずミルキーからどうぞ。これはごめんなさい、ミルキーと牛乳とミルキーをゼラチンで固めてるんですよ。なるほど。でこう普通にお水で、作ったプロテインにゼラチン入れただけなんです。これはお水で溶いたプロテイン、ほうほうほう。でもう一種類が牛乳で溶いたプロテイン。なるほど、はい、いただきます。はい、これ冷蔵庫入れるだけで固まるんですか？そうですよ、ゼラチンですから。プリンみたいですよ、すごい。うん、どうですか？おお、これ水ですか？水。いや、美味しいです。美味しい。あの味はほんまミルキーですね、まんまミルキーです。うーん、でプロテインかどうかって言われると正直わからないと思う。あんまり普通のスイーツみたいってこと？うん、そうそうそう。次牛乳バージョンいってみます。お、はい、こっち水なんや。そう、水です。全然わかんない。多分牛乳の方がね濃厚なはずなんですけどね。いただきます。見た感じの質感は変わらないですよ。うん、あの柔らかさはプリンみたい、プリンとかゼリーに近いと思います。これ牛乳ですか？牛乳です。あんまり変わらない。なんかあんまり違いをミルキーでは感じられへん。すごいですね、牛乳とお水であんまり変わらないって。じゃあ次ベリベリベリーのお水からいってください。お水から。ベリーは色が全然やっぱ違いますね、色味が。もっとピンク出るかなと思ったんですけどね、これめっちゃ酸味が強い、柔らかさどうですか？さっきのミルキーと比べて。こっちの方がちょっとゼリーに近いと思います、柔らかい。ベリーの方が、柔らかい。柔らかい。なんか酸味系のやつって、おそらく固まりづらいと思うんですよ、普通のよりは。だから柔らかいのかなって思うんですけど。じゃあちょっと牛乳いただきます、どうですか？美味しいですね。ちょっと酸味が強いんかな、正直言っていいですか、ね、酸味強く感じますね、酸味がちょっと強いです、ベリーは、私は好きですけどね、酸味好きなんで。レアチーズケーキとは違うかな、まあ、なんかジャムとか合わせても酸味があるから美味しいかもしれないですね。ジャム、そうですね、乗せたらかなり食べやすい、おしゃれにも見えそうだし。じゃあ次激うまチョコいってください。はい、激うまチョコですね。どうですか？薄いな。ね、ちょっと薄いね。そうなんですよね。もうちょっと濃いめに、これ本当に普通のプロテイン作ると同じ量で入れたんですよ。あ、なるほど。だから、もう1杯ぐらいとか2杯ぐらいを濃いめに作ってもいいですよね。そうですね。まあ1回にその取る量っていうのもちょっとになるんだったら余計高含有にした方が、ゼラチンをお湯で溶かしたやつを入れてるんで、その分でちょっと薄まっちゃってる可能性あります。あ、なるほど。ちょっと美味しいんですけど、もうちょっと濃かったらいいなと。ね、濃かったらもっと美味しいですよね、私個人的にはもうちょっとゼラチン少なめでもっと柔らかい方がいいなって思いましたけど、どうです？なるほど。いや、硬さは全然僕は気にならないですね。私柔らかいのが好き。聞いてないか、聞いてないか。ちょっと牛乳の方。はい、美味しい。味違います、お水と牛乳。ちょっとやっぱこっちの方が濃い感じはありますよね、やっぱ牛乳の方が。まあそうですよね、けどもうちょっと絶対僕は濃いめがいい、濃いめねと思いました。はい、じゃあ最後抹茶のチェチェチェ食べてください。はい、
どうですか？めっちゃ抹茶ですね、抹茶色綺麗でいいですね。めっちゃ抹茶ね、すごい綺麗。抹茶の香りが鼻から抜けますわ、ほんまに、すごい抹茶すごいな。牛乳の方も抹茶いいですね、かわいい。違います、牛乳とお水で。いや正直あんまね、変わんない、正直あんまり変わらへんかな。すごいですね、印象ですね。ということでですね、今回はですね、ちょっとまあ反省もちょっと出てしまったんですけれども、まあ、作る時に今回は普通のプロテインを飲んでいただく分量で、水 200g に対してスプーンすり切り4杯の、まあ、通常の1食分の量で、シェイクしたところにゼラチンを入れて作ったんですけれども、まあ、もう少しですね、そのプロテインの量を多くしていただくと味が濃くなってで、美味しくなるかと思います。で、まあ、ゼラチンの量もですね、お好みに合わせて、もっと柔らかいのが良ければ量少なくしていただければいいですし、で固めが良ければ、まあ、これぐらいの量かも、もしくはもう少し増やしていただいても、美味しくできるかと思いますので、ぜひですね、いろいろとご自分で、アレンジして、いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。